でね、去年もここに来たんだけど、リリちゃんは去年と全く同じ服を着てます。すごいね、4歳から5歳になったけどサイズがね、まだ着れますね。 Is this the size tree we're gonna get this year? かわいい、リリとハクスリーのサイズだね、これ。 This is my tree. Do you want a bigger one? Or is this one good? ツリーの方が大きいよ。 No. Daddy, you always buy your favorite, so you're an X. Or mommy do it her side tree. So, you remember?タクシー車走らせてるよ。ちょっとわ、ドンキーいる。ドンキーね、リージョン、タクシー、ドンキーがいるよ。これ生きてるよ、本物の動物だよ。わあ、すごいすごいすごい。寝てんの？動かないね。目開いてるけど。どう、リリちゃん、タクシー去年怖い怖い言ってたよ、動物見て。ツリーの値段をちょっと見せたいと思います。これが、まあ、中くらいのサイズ、まあ、かなり十分大きいんですけど、67ですね、サイズが67ですね、が99.8 かな、プラスタックスなので、まあ、$110くらいで、私の身長は156cmで5.1 とか2ですね、はい、で多分これがちょっと大きいのかな。そうだね、78になると$130プラスタックスで、なんかすごいでかいね、これ大きいね。これサイズいくつなんでしょう、こんなのうちには入んないよ。はい、おお、10、11サイズが。で、お値段300、うわー、310プラスタックスだから、すごいね、多分4万円近くなるのかな。うわー、そうだそうだ、さ、コリが最初さ、じゃあこれ今年はこれにしようか、ちっちゃいやつだとか言って、めっちゃ大きい。行こうよ。はい、待って、これいくらか見ないと。もうこれさ、ショッピングモールみたいにあるやつだよね。うわー、でかい。12、13フィートで、あ、暗くて見えないね。わあ、$570プラスタックス、6万以上ですね。これからちっちゃいクリスマスツリーの値段見てきます。これがかわいいサイズです、ピザのサイズ。わあ、これ56なの、私と同じ身長だよ。これが76プラスタックス、これマミのサイズだよね、これ。はい、私よ、私よりちょっと大きい。これがリリちゃんサイズで、これリリのサイズ、サイズで24、ちょっと幅が大きいね、24で、値段が39プラスタックス、5000円くらいですかね。
コリーがパーフェクトなツリーを見つけたそうです。コリーは、東側ニューヨーク出身なので、クリスマスツリーには厳しいのです。クリスマスツリー選ぶのに形やら色やらシェイプやら高さを見て30分くらいかけて1本の木を選びます。30分全然10分くらい What do you think? Elf could come明日からね、クリスマスツリーね、あるから、もし持ってくるの、ね、お家でクリスマスツリーがあるから、明日はもしかしたらエルフ来ると思うの、わお、ねえハクスリー、ハクスリーエルフいつ来ると思う、ハクスリーのお家に。購入したツリーをネットに入れてくれてます。ツリーを私たちの車まで運んでくれてます。車2台で来て、テスラにクリスマスツリーを入れて、ラーメン？いいの？ラーメンで。I love ラーメン。イエーイ！ラーメンでいいの？本当に？イエーイ！すごいゴーメン。なんか10人くらい前に待ってます。並んでます。ミカラーメン。食べてからみんなでグロッシーストア行こうと思ったんですけど、リリちゃんがお水をこぼしちゃって着替えを持ってないので、リリちゃんとコリーとハクスイは先にお家に帰って、で私一人でグロッシーストアに行きます。やっぱり子供は水を倒しますね。車の中にさ着替えもうなんか入れてないんだけど、やっぱ着替え入れといた方がいいよね。ね、はい、トレーダージョーズで明日の子供たちのスナックとあと夕飯かを買います。何しようかな。
kids, Richie. Now, how are we gonna... Do you want to put something underneath it? Or are you gonna hide it? Okay. Let's... Now, let's go...